あ、すごい。待ってくれてる。無言で。お名前どうぞ。死んだ？どうも輝く一番星、星川さらです。え、こんにちは。なんか、もしかして後ろから銃突きつけられてる？大丈夫？え、なんでそんなに声振る？え、ちょっと、あの、お久しぶりです。お、お久しぶりです。お久しぶりすぎて毎回緊張します。ああ、緊張なんだ今の。緊張ですよ。お久しぶりですね、星川シュアン。何その呼び方、初めてされたんですけど。星シュアン。びっくりした。なんかもうほんと、うん、プルプルしながら電話かけてきたのかな、はい、やばいっす、マジ泣きそうと思ってびっくりした。泣きそう、喜んでくださいよ。あ、やもう やったー、ウェーイってやったーってやってくださいよ。はい。ありがとうございます。いや、嬉しいです。ありがとうございます。最初のその、違う。最初になんかもう、銃突きつけられながら、輝く一番星みたいな感じだったから、もうそっちの動揺が、緊張感。いや、いいっすよ。はい。今は来るつもりなかったんですよ。え？来るつもりなんて全然 0% だったんですけど、まあ、リスナーさんが行けって言うから、ちょっと、しょうがなく来ました。来てあげました、星川は。そっか、しょうがなくか、はい、しょうがなくです。すぐ終わらせた方がいいか。いや全然いいですよ、星川は別にこの後予定とかないんで。ちょっとみんなと同じぐらいの尺で喋ってくれても全然いいです。懺悔したいことって。懺悔したいことありますか？懺悔、いや特にないですね、星川は別に悪いことしてないんで人生において。そっか、でももう来たくなかったって言われちゃったからなんか来にくいな。でも、うん、実際話し始めたらちょっと楽しいなって思いました。嘘、もうまだ別に何も会話広がってないけどもう楽しくなってきてる？楽しくないですよ。なんで素直に来たかったってよくないですか？え、だって違うんすよ。なんすか別に金井先輩には友達いっぱいいるから、星川なんて来なくてもなんかいいかなって思って。星川はでもまあでもワンチャン声かけてもらえたら行こうかなみたいな、すごいなんか悩んでたんですよ。あー、自分からじゃなくて、とつまち来てくれないですかねって僕から連絡欲しく。あーそう、まあでも来なかったから、あ、やっぱり星川はそんな仲いい部類じゃないから、まあそ様子見るかいやなんかあのリンクをサーバーに貼っといたんですよね。あの、とつまち来てくれる方よかったらサーバー参加してくださいっつって、このサーバーのリンク貼ってあって、でそれが貼ってあるにもかかわらず、なんかこちゃで、あの、とつ行ってもいいですか大丈夫だって来たから。いやもう2つも貼ってますよ、あのとつまちのとこもコラボのとこも両方貼ってあるんですよ。なのに来たから、あ、これはなんかどうしたの、見てないんかなみたいな。でもとつまちしたいってことは知ってるのかなって思いながら、しかもあ、はい、だから概要欄見てチャットくれたんだ。いや、あの、何も見てないです。じゃあ見ろよ、まずどこかをこんだけ人が、なんなら僕あのスラックのコラボチャンネルにも一応貼っといたよ。あ、マジですか、マメっすね。いやまあ一応やっぱとつまちみんな貼ってたから、こういうのに習っていった方が、はい、いいんだろうなって。人生初めてですもんね。そうだよ、人生初めてだよそう、ドキドキしてるのかな、行ったよこらみたいな気持ち。もうだいぶ落ち着きましたね最初の方で。あ、もうなんかだって貫禄ありますもん、星川より。もう全然、本当はとつまち分かんなかったら聞いていいから、なんでも先輩からな、うん、やっぱあのデビュー僕のが早いしね、やっぱ分かんないこととかもいっぱいあると思うし、最初は。でもとつまち何回もやってますけどね。まあでも、うん、突参加してもいいですかっていつも送ってるんだじゃあ。いや、送ってないです。こうやってやってる。あ、やっぱ先輩。まだ金井先輩がちょっと分かりづらいとこに書くからですよ。あ、分かりづらいんだこれ。みんな突待ち、ここで僕ここ見ていつも人の突待ち行ってるたりするからここかなと思っちゃうかわ、ほなら。次からはね、学習して分かりやすく書いてください、お願いします。どこに分かりやすく書くとかじゃないじゃん、見てないんだもんだって。うん、いやもうちょっと反省してください。ああ、わかる、すみません失礼しました。はい、はい、よろしいです、わかれば。ああ、いやもうなんか今日あれっすね。はい、今日なんかプクってしながら来てますね今日なんでそんなプクってしてるんですか今日は。ちなみにだって誘ってくんなかったから。いやいや、だから別に誘ってないもんだって、そもそも誰も。うん、いや6人ぐらい誘ったら先配信言ってます。最初だな、だいぶ4番目ぐらいの人とした会話だなそれ。田上さんとかね、イブちゃんとかはね、あの、こちゃで、はいはいはい、
あ、そうなんだって思ってから気づかないかなと思って、忙しいだから。あー、ちょっと送ってもね。そう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 。クズハとかもそうす。あの、明日トツマスするんだけど来ない？気づかないかなと思って友達には連絡してたんですよ。確かも気づいてなかったですけどね。いやでだから、いやでも来たくないのかな、僕みたいな、ねえ、僕みたいな人のところに突然やっぱ来て、忙しい中来てくる時間差とか。それはそう。難しいのかな。やっぱ星川さん、すごいキラキラしてるし、一番星。そんなこと思ってないですよ。いやだから。いやいや全然。ダメかな。いや自信持って誘ってくださいよ。いやでもやっぱ自分恐れ多いですよ。やっぱ私みたいな過当な人間が。さっきからそう。この子やっぱ初めて見た。いやでも違う、言っとくの、こうなったの最初にあの。ま、そっちがそういう態度取ったからだからね、言っとくけど、一応言っとくね、なんか僕がめんどくさい、僕のせいでめんどくさい空気みたいに言われたら心外だから言っとくけど、あったんかな今日ね。いやいや最初自分がね、なんか、うん、一回早く一番欲しいって来てそんなんじゃないよ、心配してたらなんかね来てやったんすよ別にみたいな感じだったから、いや僕は嬉しいですけどね、僕はなんか本当ありのまま素直に、はい、いや来ていただいて嬉しかったです、ありがとうございました。喜んでもらえてますかも。うはい、喜んでもらえて、うん、まあでもね、正直星川は来てくれると思ってたからな。は？なんで？え？なんで？星川は。来るだろうなみたいな。いや違う違う。違う違う、だから誘ってないよ、そもそも。人をそんなに誘ってないって言ってるんですよ僕。星川さんはきっと来てくれる人だろうなって。うわあなんか。一緒にコラボとかしたし仲いいと思ってるから。友達、まあでも、ね、都合がやっぱ忙しかった人は来るの難しいのあるじゃないですか、実際仕事があってとかね、はいはいはい、この時期30日って言ったら帰省してる人とかね、はいはい、大掃除してて忙しい人とかもいるから、はい、でも来れるなら配信してたら来てくれるなっていう信頼があったんですよ僕は、マジな話。あ、信頼ですか。うんうん、それはまあ嬉しいですね。今日どうしたん、どういうキャラなの今日は。クーデル、うん、まあ嬉しいけどみたいな、何それ、緊張してるんですよ。 いや、いい人だと思ってるからね僕も。本当ですか。はい、そうです、もちろんそうですよ、もうそう、かなえ先輩が言うと、いやいや、あ、信じてくれないか、素直に喋っただけなんだけどな。まあ年末ぐらい信じてあげなくもないですか。年末補正、ああよかったよかったよかった、よかったです、ありがとうございます。ということで今年もいろいろありがとうございました、はい、来年もはい、仲良くしてください。よろしくお願いします。また遊んでください。本当ですか？なんなのその、さっきから、なんで一回クッション挟むかな？本当ですか？本当に思ってます？それ本当に思ってて言ってます？みたいなテンションなんなんすかさっきから。いや、いいですよ。はい、来年も遊んでください。よろしくお願いします。僕、先に言ったけど断ってないですからね。断ったことないですからね。そうですよ。遊びましょう。嫌ですって言ったことないですからね。言われたことないですよ。はい、でも誘って。ほとんどないんですよ、星川ばっかりばっかり。来年も一緒に遊んでください、お待ちしてます、バイバイ。はい、バイバイ。もういいのかな本当にあのままで、声かけないと怒んのかなこれ。